井上賢治は、日本の政治家、農家。埼玉県諸山町長。元諸山町議会議員。埼玉県諸山町出身。諸山町立川各中学校卒業。1978年3月、筑波大学附属作家高等学校卒業。1981年3月、小井淵学園農業栄養専門学校卒業。 農業改良普及員の資格を取得した。株式会社、井上農場を経営。2010年3月に埼玉県よりエコファーマーの認定を受けた。諸山町議会議員を2期務めた後、2011年2月、人気満了に伴う諸山町長選挙に立候補する意向を表明。 4月24日に行われた諸山町長選挙で元町議の長瀬守との一騎打ちを制し初当選した。5月15日、町長就任。2015年3月25日、諸山町議会は町議選の投開票を統一地方選後半の4月26日に町長選と同時に行うため同年8月末までの任期を残して議会を自主解散した。 町議選と同日に行われた町長選は自民党県連の推薦を受けた井上と自民党諸山支部の推薦を受けた元町議の岡部和夫の2名が立候補し保守分裂選挙となったが井上が再選を果たした2019年の町長選に自民党公明党の推薦を得て立候補元諸山町長の下田陽平の4男の下田都也を破り 三期目の当選を果たした。ありがとうございます。